10月のユーロ圏の消費者物価指数の速報値は1年前と比べて10.7%上昇し6か月連続で過去最高を更新しました9月の9.9%の上昇から伸びが加速し市場予想の10.2%のプラスも上回りました。物価価上上昇昇のの主な要因はエネルギー価格の上昇で 1>, 1年前から41.9%のプラスと高い水準が続いていますまた食品・アルコール・タバコも13.1%の上昇でした国別では19カ国のうち11カ国で上昇率が2桁となりドイツは11.6%のプラスでした ECB ヨーロッパ中央銀行が3回合連続の大幅利上げを決めた中 インフレの勢いが止まっていないことが示された格好です。